聞いてください皆さん。今ね YouTube 撮ってたんですけど、合間に携帯見たんですよ。そしたらいっちゃんから LINE が来てて、この写真が来てたの。まさかの小網さん捕まり立ちしたの。なんか複雑ねえ、私がさ毎日できるとか、私の方がねやっちにやっちにとかってやってたんですよ。なのにはっさりといっちゃんのいる時にしたの、ありえなくない？どうも。ちょっと今からいっちゃんに電話するんで。ありえないんだけど、自分の手柄にしてるんだけど。出るかな。もしもし。あ、泣いてる。もしもし。めちゃくちゃ ちょっちゃいいわ、大丈夫。あのそっちを優先して。はい、ちょっと待って、こっちの方が心配なんだけど、こんなに泣いてる方が。ちょっと今日ね、いっちゃん休みだから私を送ってもらって、そのまま病院に連れてってもらうんだったんですけど、ちょっと病院まで時間があったから、多分あの待機してたのね、小網さんと。でその間に捕まり立ちをしたのよ。で捕まり立ちの話私聞きたかったのにさ、あんなに泣いてたらそれどころじゃないじゃん。え、なんでなんであんなに泣いてるの。わかります。でもあの旦那さんとかにお願いしてて、なんでそんな泣いてる、大丈夫とかって言いたいんだけど、見てくれてるっていう気持ちもあるし、いやでも見てくれてるっていう気持ちおかしくない、二人の子だよっていう気持ちもあるのなんか私の子をあなたに預かってもらってるわけじゃないから普通なのに、でもありがとねって気持ちにもなるの。でもこのありがとねって気持ちもなくなってはいけないと思うの。なんか複雑ですよね本当に。でもなんで泣いてるんだろう。私といる時あんな泣かないわ。ちょっと聞きたかったけど聞けなかったですね。なんか今ねあのこれ撮るつもりじゃなかったんですけど、聞いてほしかったの。だって YouTube とかに残さないといつ捕まり立ちしたか覚えてないから。私も捕まり立ちしました。嬉しい。おはい、ということで小網さんが捕まり立ちして、いきなり聞いてほしかったので皆さんに聞いていただきました。バイバーイ